現役で活躍するスポーツ選手や OB、OG らが先生です。子どもたちに夢に向かって努力することの大切さを伝える夢の教室が幸手市の小学校で開かれました。幸手市立桜小学校で開かれた夢の教室で先生として登場したのは、元プロサッカー選手のホッシー先生こと法師と美香さんです。2004年に埼玉レイナス、現在の浦和レッズレディースに加入し、ミッドフィルダーとして活躍後、2010年に現役を引退しました。法師とさんは小学生の頃、サッカー教室に通うことを、女の子であることを理由に親から反対されても諦めなかった経験や、身長が148センチと選手としては小柄で、周囲と比べて劣等感があったものの、全力でプレーする姿勢がチームの監督の目に留まり、プロの選手になれたエピソードを披露しました。そして自身の経験から、何事も一生懸命チャレンジし、諦めなければ誰にでもチャンスはあるとエールを送っていました。みんな一人ずつにチャンスがあるから、それチャンスに向かって、まあ、やってきたら夢に、会う可能性があり、夢に向かっていきたいです。今日星先生の言葉を聞いて、もっと自分のことを考えていこうって思いました。子どもたちもこれから自分の夢に向かう中で、自分と周りを比較することされることで傷つくことや落ち込むことはあると思いますが、自分から逃げ出したり、夢から遠ざかるんではなく、今日今できることを全力でチャレンジして、一歩一歩近づいていってほしいなと思います。